と愛が世界を救う Days of Fantasia実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回からですね、ここダース城のね探索と攻略をやってるんですかね、いよいよダースの目の前までやってきたわけなんですね。じゃあね、今回もやっていきたいと思います。4人で念じて扉を開けるんだ。開いたぞ。いよいよこの奥にダオスがいるんですがね、ちょっと目に見てもたら分かるように倒します。倒しましょう。倒したら倒しちゃう。ちょっとねシャレのつもりなんですけどいかがでしょうかね。ちょっとふざけてますけど、ダオス、ついに見つけたぞ。確保しろ。ここで全ての決着をつけてやる。どうした？おじけついたのか？なぜ私に剣を向ける？私にはお前たちと戦う理由はない。お前にはなくても僕たちにはあるんだ。少子、所詮お前たちもミッドガルズの手先というわけか。降りかかる火の粉は払わねばなるまい。ダウス、覚悟。いよいよ戦闘ですね。これの繰り返しですね。
その声の繰り返しですね。結構厄介だな。倒してしまった。あっさりと倒してしまいましたね。逃げられた。ちくしょう。クレスさん、どうすればいいの？いつまでもここでいても仕方がない。一旦戻ろう。待っていたよ。エドワードさんのことは。すいません。君たちが悪いわけじゃない。憎むべき敵は別のところにいるはずだろう。エドワードが行く前に手紙を預かったんだ。これは、その中には鍵が入っていたよ。私に君たちの力になってほしいという添え付けもとともにね。この鍵は何ですか？エドワードの家に行こう。8時はそれからだ。まあ、ルーングロムさん、ご無沙汰しています。エドワードについては大変気の毒なことに。いえ、あの人のことです。きっと後悔などしていないはずですわ。だからお気になさらないでください。ところで今日はどんなご用なんですの？はい、実はエドワードの書斎に通していただきたいのですが。かまいませんわ。でも鍵がかかっていて入らないのです。この鍵ではありませんか？まあ、なぜ？以前エドワードから頼まれたものです。そういうことでしたらどうぞこちらへ。主人の書斎はこの扉の奥になりますわ。あいつは昔から一人である研究を続けていたんだ。それは時間定義についてだ。その集大成がこの本というわけか。どうなの？簡単に言うぞ。超古代に栄えた王国が海底に沈んでいるらしい。名を通るというが、その王国は信じられない技術で時間転移を実現していたというんだ。超古代都市通る。でも沈んだんじゃしょうがないじゃん。信じられない技術だと言っただろ。文面から察するにまだその都市は滅んでいないらしい。だがその海底まで行く手段がないと書いてある。確かにそんな技術も魔術もないからね。だがオンディーネの力を借りれば必ずしも不可能ではないとも書かれている。それで通るってどこにあるのさ？位置的にはベンシアの北東およそ100キロの沖合だ。で、どうするつもりだい？ベンシアから船を出してもらえるつもりです。そうか。できれば私も行きたいんだが、そうもいかないしな。それでは、頑張ってくれよ。それじゃあ、ベンシアに行くとするか。待ってください。トールに行ってしまったらもう戻ってこれないかもしれません。でしたら、先にユグドラシルを救う方法を考えないと。私たちの時代ではユグドラシルが朽ち果てています。だとしたら、マナが失われていて魔術も使えないというわけだな。とすると
術でしか傷つかないダウスには勝てないってことになるじゃん。その通りだな。なんか頭がこんがらがったんだけど、つまりだ、君たちの時代でも魔術を使えるようにユグドラシルが枯れない方法を見つける。その次にベンツィアから船で沖合に出てトールが沈んでいる位置を調べるんだ。分かったか。まあもう一回繰り返します。つまりだ。同じことを言うんですね。ああはい、そういうことです。さすがにこれはまずいから名前を元に戻しましょう。皆さんお腹は空いていませんか。まあ、ここすぐに入ってみましょうか。主人が好きだった料理です、どうぞ。あ、お刺身好きだったんだ。へえ。主人はいつでもあなた私たちのそばにいますわ。パパいなくなっちゃったけど私泣かない。パパ立派だったんだよね。ちょっと子供に対して辛いですね。僕がママとフレイヤを守るんだ。何もないですね、ここは。なんかよく似た書斎ですね。どこも誰もが書斎はこんな感じなんですかね、これ。何もないと。じゃあ出ましょう。やっぱここまで戻ってくるんだ。超古代都市トールへ行けば現代に戻れるんですね。ああ、だがその前にやらなければならないことがある。ユグドラシルを復活させておかなくては。そっか、魔術が使えなくなっちゃうんだっけ。よし、ユグドラシルを蘇らせて今度こそダウスを倒してやる。ユグドラシルを復活させる方法を探しましょう。そうだね、それしかないんじゃない。早く何とかしないと。魔術が使えなくなるとまずいからな。おお、まあとりあえず探せっていうことですね。あ、やっぱり。じゃあね、今回もね、キリもいいところなので、今回実況はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。